お疲れちゃんです。ロットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのバレバレコカツのね、超高回転バージョンというわけでやっていくんですけども、最近僕 LSP にちょっとハマってまして、強いんですよ。こいつも強いし、このデッキマジで強いんで、ちょっとマジで皆さん使ってね、いただきたいんですけど、今までこのファイボとかロケットだったり、プリンセスだったり、なんか結構ね、自由枠だったんですよね、ここの、LSP の枠は。で、今回 LSP になったことによって、めちゃくちゃ回転が速い。しかも、この LSP 結構ラバー、ラバーとかゴレとか、大型に対しての防衛もね、結構優秀。というところで、マジでね、めっちゃ強いっす。はい。とりあえず、やっていくんで、見ていただけたらいいかなと思います。もともと、コウモリとか、なんかそういうのがね、結構きつかったんですよね。コウモリ系。これが LSP になったことによって、もうバケバケのバケですね。はい。バケましたね、と。いうところで、ちょっとね、トヨタサイクルあんま良くなくて、結構コスト使わないといけない状況になって、早速ちょっとピンチなんですけども、今相手ザップ使ったな。マスケザップですね。で、ゴースト、マスケゴーストちょっとわかんないので、気持ちね、落ち着き目でね、落ち着き目で、戦うんですけど、だから、個人的には、もうバレバレの強みって、もう前半だと思ってて、なんか前半って、こういう今回の相手は3コストとか4コストがいる相手だと、ついてこれないんですよ、このバレバレの攻めに。だってスケバレ飛ばして、これにザップとか使ったら、次のバレルにはザップとかないわけですけど、こう2周目のスケバレとか2周目のバレルにも相手はコストがね、やっぱ足らないわけなんですよ。そういうことで、前半にめちゃくちゃ攻めると、もう相手にね、大ダメージ与えるっていうのは僕すごい思ってるんで、前半すごい頑張りたいですね。これもうちょっとうまいこといけばキング起動できたんですけど、僕はちょっと、なんか、良くなかったですね。はい。前半すごい今なんか競ってるんですけど、やめたいですね。もう前半もう鬼攻めて攻めてみたいな。もうマジで攻めまくって、はい。めちゃくちゃダメージ与えれるのが、このバレバレコカツの強みだと思ってるんで、超攻めます。はい。で、なんかもしカウンターとか来ても、意外とボムタワーとか、なんか吹き矢とか、低コストが多いんでね、結構こう、楽に守れることが多いです。なので前半にも、畳みかけまくり、戦術と、いうわけでね。はい。やっていきましょう。これ、スケバレ飛ばして、このナイトにバレル飛ばせば、相手がザップの時点で結構きついと思うんですよね。どっちにザップを打つか。スケバレにザップかな。これでギリ回ったと。結構苦しそうですね。で、吹き矢とか出しつつの、スケで命してもいい、スケで受けようと思ったんですけど、メガナイトも来たので。で、ここナイト置いて、みたいな。で、相手今攻めてきたから、基本的にこのナイトとかの逆サイにスケバレを飛ばして、ナイトにゴブリンバレルをすると、相手は非常にね、守りにくいというところでね、いい感じでございます。で、エレキはね、なんか、あんまり守る必要もないかなっていう、なんか、この吹き矢ナイトをちょっと組みたいのと、逆サイなんでね。さあ、もうガンガン攻めていきます。これもう吹き矢とボムいれば、相手なら突破できないですね。突破できない。ここ延命しっかりしてあげて、飛ばしてあげて。いや、もうね。いや、マジ強すぎるんですよ。この枯渇デッキ。なんか理論上なんかおかしいんですよね。前半にめちゃくちゃ攻めれて、だってこの高回転についてこれる、だって高回転ウッドヤナアメとか、そういうデッキじゃないと、ついてこれないので、相手はね。はい。いや、めちゃくちゃマジで強いんですよ。本当に。で、ボムと、しかもスケバレとかもあれば、こう、なんだろ、スパーキー系にも、なんかゴブジャイにスケバレ当てて、風船落として、なんかそれで時間稼いだり、LSP でもスパーキー止めれますし、LSP によって、なんか大型にも戦えるっていう、結構やばいですね。本当に。こいつ、最強だと思ってます、最近。最近ちょっと信者なんでね。おい、LSP 引いていく。いや、ワンチャンミラー説もあるが、ないですね。スケヒ、LSP のロケ法。クロス。あ、クロスだ。クロスとかですかね。はい。負ける相手見つかりました、皆さん。やった。全然嬉しくないけど。ファイブウッドで高回転なんで、ちょっと、こう、ウッドとか空振るよね。ちょっと、枯渇相手なんで、結構前半仕掛け目にね、いきます。お、外した。オッケー、吹き矢も入った。
で、まあクロス置かれるだけしんどいですね、正直なところ。まあなんですけど、まあ吹き矢とかかな、ウッド今使ったので、こうナイト吹き矢とかでちょっとこう相手のクロスを壊していくイメージですね。よいしょ。でも、まあ、これにウッドとか打たれたらもうしょうがないんですけど、一応さっきウッド相手が使ったのでっていうね感じですね。オッケー。ゴブリンバレルと、まあ、スケバレに気持ちウッド打たせて、まあ、ナイト吹き矢で防衛が一番かなと思います。で、スケバレだと、まあ、テスラで抑えられたり、アイスピだけで抑えられたりがあるので、意外とこうクロス戦はね、スケバレよりはこうゴブリンバレルにウッドオスを使わせて、まあ、ナイト吹き矢で守る方がいいのかなという気もしますね。まあ、こことかはもういいと思うんですけどね。とりあえずなんか。まあ、次、怖いですよね。ナイト吹き矢で守ろうとしたら、相手が、ま、ボムタワー、あれですね。ウッド。今、これでウッドを頑張れば相手は回せるので、こういうとこはちょっと怖いですが、まあ、ファイボ警戒もしつつ、高めにね、出してね。相手気づきましたね。僕にスペルがないってこと。まあ、でも、積極的に攻めていいと思いますね。攻めるだけ。攻めるだけ攻めて、ちょっとね、あ、ダメージ。いや、でけえ。で、まあ、防衛クロスがなんか地味に低いんですよね、相手なんか。これ削ってきますね。僕もタイブレイカー意識して。で、これ、まあ、ボムを置いて一旦耐える。ゴブリンバレル飛ばす。よしよしよし。で、まあ、ナイトと、まあ、吹き矢かな。まあ、スケバレでもワンチャンいいかなっていう感じかな、今。なんか。この、ウッドを割いたんで。って感じですね。で、これ多分ナイト端前、いや今度回ボムで、いや来た、よしよしできたっすね。まあ、頑張って耐えましょう。いつか耐えれなくなりそうな気もしますが、いやこれわざとタワーの竹取ってもいいな。いやうまいっすね。で、分かってますね。いやオッケーオッケー。いやめっちゃ耐える。あー、いやこれ耐えたかったな、ちょっとだけ。まあ、ボムを行く、耐えます。で、これに、ウッドを使ってくれるといいんだけどな。ファイボー、いや、ウッド温存しましたね、今回泣いて。ここに出して、ウッドを使わせて、ちょっと、あ、ウッドからぶってる。あ、でっけ。いや、マジででっけ、でっけ、でっけ。今のなかったらワンチャン負けてた。いや、しかもこれ、ウッド使ったから、オッケーオッケー。いや、いいサイクルですね。で、次のスケバレには、まあ、テスラが多分来るんですよね。テスラ来る。いや、しかも低めテスラか。ちょっとうめえな。まあ、でもこれ、相手はもうこっち来るしかないので、ちょっとこっちをね、攻め攻めで行って、LSP が ?LSP がさてはめちゃくちゃいい感じに、いや、決まらない。いや、これ、初め来るぞ、来るっすね。うん。いや、もう完璧すぎる。さすがに完璧すぎる。いや、しかも吹きは強すぎる。いや、めっちゃいいっすね。このクロス読みボムタワーできるのはマジででかいっすね。ちょっと攻めちゃって、ウッドワンチャン回ってねえんじゃねえ。あ、スケで回ったっすね。で、相手がこれに、僕にも勝つには、そう、ファイブ削りだと思うので、ちょっと積極的に攻めてね。はい。こう、攻めウッドとかもして、まあ、タイブレイク意識して、しっかり削っていきます。で、ワンチャン、おっきめに、いや、これで俺負けたらやばくない?この、こんだけ頑張って負けたら、ちょっとね、泣きたくなるんですけども。ウッドで削ってきます。やばいやばい。これで負けたらもう本当にどうにもできない。これで負けたらマジでどうにもできない。いや、でも吹き矢入った。いや、なんかこの吹き矢がいいですね。で、ここで一回外します。さっきまでずっと外してなかったのに、急に外して、相手ウッドを空振ると見たら、めちゃくちゃいい受け。でも吹き矢とか残って、いや、相手もでもマジで勝ちに来てんな。鬼ファイブ削り来てる。よし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 。いや、回ってない、ファイブ打ってから。一発?いや、入らないが。オッケーオッケーオッケー。いや、さすがにこれは来たんじゃないですか。いや、危ねえ。これはね、クロスには勝てない。いや、勝てないこともないのかな。まあでも、本当にね、結構ギリギリのギリですけども、まあ、ゴブリンバレルとかにウッドを使わせてナイト吹き矢ですね。はい、まあそこ結構徹底できると意外に耐えれると思います。まあ、吹き矢にね、ウッド打たれるだけで終わっちゃうんですけども、本当にもう回転ゴリ押しという感じでね。いや、今のに勝てたのできえな。相手が一回なんかやったとはいえ、やってなくてもワンチャン勝てた説はありますね。さあ、ドルフィンさんですね。さあ、よろしく。でも前半にね、もう畳かけまくりたいという感じのプレイングをね、やっていきたいなと思うのなんで、まあ、ペックか、三重士か、まあ、ジングデッキ、陸で攻めるデッキかなというところなんですけど、インドラなので、メガラムとかはありますね。すごい。メガナイトラムデッキ。うん。
ちょっと延命してあげたいな。いや、なんで今ちょっと怒っちゃったよ。びっくりした。今のでなんでっていう、これ LSP で止めてあげると、ちょっと延命できそう。いや、LSP やば。範囲結構いきますね。これちょっとインドラちょっとやばいんで、風船で、あ、やばいやばい。待って、これボムの爆破当たるか。危ねえ。今の結構焦るっすよね。タルユキっすよね、多分。タルユキだと思うんですけど、エレキもいるっすね。タルユキエレキなので、ちょっと刺さりが悪いですけども、まあ、転がしてね。さあ、これ吹き矢がタワーに、ああ、一発ぐらい入れてほしかったけど、まあ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 。さあ、ウッドで削りつつ、まあ、これはね、相手との逆サイドを攻めていきたいんですけど、わ、いて、やったな。相手も多分僕の攻めてるサイドにそう合わせてくると思うんで、結構まあ両サイ振って両サイ振ってっていう流れにはなると思います。さあ、まあ攻めまくりましょう。前半ですね、僕が強いのは。相手がタルユキあるといえ、前半がマジで大事になってきます。いや、LSP 強っ。ね、やばいっすよね。いや、ラムも強っ。え、ラム強い。ボムも強い。なんかいろいろ強いですね。いや、これ逆だったかな。てか、やばい。このゴブリンバレルいらないですね。アド取られてますもんね、今。だって今ので血誘導してくるんですから。3アドぐらい取られてるのかな。と思いながらもう、相手も出してこなくなったっす。これワンチャンラム受け来るかな。かエレキ着地か雪だけとか。まあまあまあ。うん。相手はなんか、ユニットでできるだけ抑えてきますね、今回。このエレキのダメージも防ぎたい。で、積極的に攻めます。積極的に攻めて、そしたらいつか相手のサイクルが絶対きつくなるんですよ。いや、ここワンチャン延命、神の延命なんねえかな。メガナイトで踏まないで。いや、踏まれる。こっちってやったかもしんないですね。さては、ちょっとだけね。いや、どっちだ？いや、左か？いや、まあ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 。いやー、まあまあ、いい許容ではありますね。両サイド通ってねえな、ダメージが。まあ、左行くてんで、僕は右を攻めます。タル咲いた。ポイズン嫌だな。ポイズン。ケツメが、ケツメがしたな。これワンチャン行く？いや、怖えよな。レレキか。いや、これ一回防衛っすね。さて、ボム2周回す説あるっすね、これ。LSP で止めて、いや、これウッドがいるな。よしよし。いや、耐えてはいる、耐えてはいるが、俺のダメージが通んない。ちょっとアド取られてる。これ勝ったら激アツだけどな。激アツ案件、さすがに。うん、勝てばっすね。できるだけこのボムを延命しないとっすね。よしよしよし。ここボムある。一回攻めるで横にずらします。いや、これマジであると思うんだよな、俺。いや、マジ、僕、こっから勝つっすよ。いや、やべえか。待て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 。俺も勝ちたい、俺勝ちたい。俺、これ勝ったらマジで神だと思うんだけどな。俺は今、神になれるチャンスがあるってこと？佐藤。いや、これタイブレイクっすね。さて、やばい。相手のタイブレイク。スペル削りずるい。スペル削りずるい。俺もスペル欲しい。俺もスペル欲しい。いや、待って、ワンチャンある、ワンチャンある。マジでワンチャンある。いや、タイブレイク、タイブレイク、タイブレイク。ボケボケボケ。いや、外す、外す、外す。いや、見てる、見てる、見てる。いや、ポイズン、雪、雪。うっと、うっと。いや、勝った、勝った。待って、待って、マジで勝った、マジで勝った。今、1ダメ、1ダメ、1ダメ。やばい。うわー、来た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 。やば、やばくない？最後見ました？僕のウッドと相手のポイズンが届く前、1ダメ差でしたよ。やば。いや、まあこういうことなんですよ、マジで。理論上勝てない、理論上勝てないんですけど、理論上じゃないんですよね。だってクロスに勝って、このメガラムに勝って、異次元じゃないですか。いや、マジで鬼強いんですよ、この枯渇。これやばいっすよ。しかもなんか、バレバレ系は結構使いやすいと思うんですよ。もう僕ぐらいになるとかもういっちゃうんですね、これ。
左側ちょっとトルネ警戒した方が良かったですね。もうちょっと。はいはい、ファイボー。だからもうね、前半もうやりまくる。はい。なんか言い方あんまよろしくないんですけど、もうやりまくったら、まあ、攻めまくったらっすね。あ、それはなんか、はい。あれなんですけども、もうマジで、ダメアド逃げ切りたいですね。僕としては。いや、最後のはもうやばいっすね。本当にさっきのは。自分でもびっくり。っていう感じです。で、これ先にボムいたら、バルーン来て、逆サイバルーン来て、チーンってなるので、一回ボムはね、待機でいきます。さあ、僕は支援隊ザッピーっすね。まあ、これはワンチャン置いてもいいのかもしれないですけどね。うん。これはもうなんか置かないと耐えれないみたいな。で、ババコは嫌じゃねえや。これボムタワーを延命しとけば、ここで相手が今一旦ロイフグを飛ばせないので、って感じですね。まあ、真ん中でホバで射抜きつつのロイフグとか来るとは思うんですけど、可能性としてはね。まあ、でも、吹き矢とウッドで全然耐えれると思いますね。オッケーオッケーオッケー。さあ、今回相手は、ババコ屋のやつかな？いや、でもスケボレだからちょっと形が違う。新鋭隊ザッピーロイフグス。オッケーオッケー。これボム回る。いや、ボム杖。なんならLSPで感電させてやろうかって思っちゃいます。ちょっと吹き矢に触れないでほしいけど、誰も触れなかったな。言わなくても。いや、これね、相手重たいんですよ。そう、新鋭隊とかザッピーとかロイフグなので。マジこれ前半、多分相手詰むっすよ。まあ、これに足るかな？多分足るを割いてきて、次の僕のゴブリン、あ、ファイブを割いた。で、これに足るかな？でもまあ、今のにファイブを割いてくれるんで、あ、もうほら、しんどいしんどいしんどい。足る場もないのかな？見てないっすよね、まだ。で、ここを、吹き矢とか出さずに、スケウッドとかで回してあげると、なんならもっと高回転になるんですけど、まあ、いっか。今なんか、いるんでね。一回ここはナイト吹き矢で形作ってこっち側はボムで抑えようかなみたいな、まあ、そんな感じですよね。よいしょ。で、まあ、気づけばもう一周回るって感じですね。でボム回るので、いやこれもうそう鬼回転範囲でね、月影で LSP なんとなくやりつつ、まあ、スケも強い、もう全てが強いこのデッキ。よいしょ。で、まあ、ここでナイト吹き矢とか作ると、まあ、多分これに新エーター出てくるんですけど、当ててこない。まあ、でもいい。これ結構うざいぞ。結構うざいぞ。ここ、ファイボジャストミーと。もしかしたらなんですけど、今回の僕の相手、ファイボしかない理論。いや、ですよね。あ、でも LSP だ。やっぱ LSP 強いんですよね。これスケでも2回受けして、ボム。で一応ナイトで竹取って、相手タルババが多分なかったら、もうこれ地獄オブベイビー。もう攻めまくり案件。そう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 。いやもうこれだけでしんどいですね。このスケだけで。でもうこんだけ攻めたらまたね、ゴブリンバレルが回ってくると。で、なんならここでもう耐えきれずに、ゴブリンパンチ。グッドゲーム。これ多分ね、今の方が一番強いんじゃねっていうぐらいね、びっくりです。僕もびっくりですね。こんなに勝てるとは思わなかった。はい。超ね、最強枯渇で、ございます。いや、やべえな、これ。楽しすぎですね。楽しすぎて無限にいけちゃいそうですね。今日の動画1時間ぐらいになってるかもしれない。本当にっていうぐらいマジで強い。さあ枯渇対決来た。で枯渇対決って回転速い方が多分勝てるんですよね。まあロケ削りとかワンチャンされるんでわかんないですけど、さあバレバレ対決ですね。で今んところほぼ一緒なんですけど、相手もスピスピかどうかっすね。スピスピじゃないバレバレだったら僕の方が絶対強いと思うんですよ。あ、プリンだ。僕の LSP の枠が相手はプリンなので、でもこれ、これ転がしていいんです。あ、これ転がそうと思ったけど、まあ、いっか、これ。あれ、当たんねえやな、多分。そうなんですよね。これわざと1個ちょっと外します。もうナイト2か？相手なんか遅れてんな。遅れてんな。時差があんな。まあ、スケ LSP とかでいいんじゃない？まあ、スケで耐えて、LSP で、みたいな。よしよしよし。積極的に攻めていきたいですね。相手がプリンセスな分、ちょっと僕の方が回転早いんですよね。あ、しかもスケ編みの方だ。スケ編みの方。さあ、これだってゴブリンバレル飛ばしたら多分今回ってないんですよね。これだ、吹き矢からのとか。おー、独特。いや、でもあれで結構完封できるらしいですね。いや、めちゃくちゃいい防衛じゃん、じゃあ。回転で勝ってるので、この枯渇界の頂点ですね。言っちゃえば。はい。
で、エレスピで、ぶっちゃけ守れますよね。相手のバレルは。今これだから来たら、吹き矢エレスピとかでワンチャン完封できる。いや、来てくんねえかな。まあ、枯渇警戒とかして、バレル警戒でエレスピも流しちゃうっすね。で、今の間に相手がもし出してこないなら、あのスケはちょっとずりーな。ウッドが回るっていう感じっすね、これで。ウッド回して、これ前だな。いや、前じゃねえ。うわ、行って外した。いていていて、これ良くないっすね。で、僕はね、スケアミがちょっと厄介ではあるっすよね。スケアミが。一応、端前プリン警戒とかしつつ、インフェなんすね。インフェだから、俺の回転についてくるのはなかなか難しい。まあ、ウッドとスケアミを交互に相手は多分耐えてくるっすね、僕の攻めを。さあ、そこがね、すごい大変なとこです。これ、吹きアイスピで耐えれそう。あ、なんか、エレスピド。さあ、いい。エレスピ強え。高回転スケバレで、スケバレの落下ダメで勝つっていうパターンも全然ありますね。うん。で、まあ、ここをスケアミ読みしましょうか。いや、俺の読み当たっていく。さあ、ウッドも咲いた。で、ワンチャンロケとかあると安けどね。まあ、ないか。さすがにこの方はないです。で、エレスピで多分ほぼ守れるんですね。エレスピゴブリンバレルに強すぎで、さっきウッドも咲いてましたね。で、これ左にナイトを多分遅れて出さないといけないんですけど、相手は。オッケーオッケー。これ右攻めたことによってナイトも出せずに、こっちがめっちゃ入るっていう。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。で、僕はウッドを咲いてもいいんですよね。なぜならエレスピがいるんで。っていうこのせこい。いや、マジでこれ。このエレスピがね、OP、エレスピ OP。いや、結構受けちゃった。いや、でもめっちゃ入ってんな。そんなにっていうぐらい。僕の思ってたなんか100倍ぐらい削ってる。端前プリン、まあ、来たらウッドでしばこうかなぐらいですね。吹き矢ってインフェつつけんのかな？ちょっと出しときたいっすよね。あ、つつけるんかいみたいな。よしよしよし。あれウッドも打っちゃって。で、これ多分僕の回転についてこれないっすね。エレスピ最強。いや、ついてくる。やりますね。あ、これだ。ここでついてこれない。ここでウッドを打てれたら神。いや、神ウッドにならないか。これワンチャン始まりプリンからのゴブリンバレル警戒して。よしよしよし。いや、ここ警戒したらもうエレスピスケで守れるんで。いや、でかいですね、この警戒は。さて、吹き矢と一緒に釣りたかったですね。まあ、いいか。ああ、強い。お姉みたいになっちゃった。違うよ、みんな。いや、バレバレね、大変なんですよ。マジで。いや、使ったことある人はわかると思うんですけど、結構大変なんですよね。ハードモード、ハードモード。超ハードモード。しかも相手、スケアミな。地味強。まあ、あとはもう、イモれば勝てると思うんですけどね、正直。うん、まあ、こういうことするとちょっとやばい。まあまあまあ。いや、いい。なんか地味にダメージ差がね、こう、どんどんついていくっていう。まあこの僕の回転がやっぱ早いんでね。これでインフェ置けなかったら、まあ、落下ダメが入る。いやー、やばない声大きくなっちゃったんですけど。やばくないですか？マジで負ける敵何なのって思いません？だって。ね。エレスピだから多分ラバー系もね、結構いけると思うんですよ。なんなら余裕で。いや、わかんない。ラバルヤナウメとか、まあ、ちょっと大変だと思うんですけど、まあ、全然ね、戦えると思うので、このままちょっと今やめないと12勝までちょっとやっちゃいそうなのでね、今日はこの辺でね、はい、終わりたいなと思います。ぜひね、この、高回転 2.5 ですね、エリクサー平均コスト。僕、よくね、エリクサー平均コストでデッキ覚えるので、ちょっとこういうコストとかもね、皆さんぜひ気にしてみてください。LSP 型使ってみてください。では、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。